奥の方の室にいる人たちも起きたままでいるのが気配で知れていた。静かにしようと気を配っているらしいが、数珠が脇息に触れて鳴る音などがして、女の太刀居の絹ずれもほのかに懐かしい音に耳へ通ってくる。貴族的な良い感じである。源氏はすぐ隣の室でもあったから、この座敷の奥に立ててある二つの屏風の合わせ目を少し引き開けて、人を呼ぶために扇を鳴らした。先方は意外に思ったらしいが、無視しているように思わせたくないと思って、一人の女がいざり寄ってきた。からかみから少し遠いところで、不思議なこと聞き間違えかしらというのを聞いて、源氏が、仏の導いてくださる道は暗いところも間違いなく生きうるというのですから、という声の若々しい品の良さに、奥の女は答えることもできない気はしたが、何のお導きでございましょう、こちらでは何も分かっておりませんが、と言った。突然ものを言いかけて失敬だとお思いになるのはごもっともですが、初草の若葉の上を見つるより、旅根の袖も梅雨ぞ乾かぬと申し上げてくださいませんか。そのようなお言葉を頂戴遊ばす方がいらっしゃらないことはご存知のようですが、どなたに？そう申し上げるわけがあるのだとお思いになってください。源氏がこう言うので、女房は奥へ行ってそう言った。まあ、縁な方らしいご挨拶である。女王さんがもう少し大人になっているように、お客様は勘違いをしていられるのではないか。それにしても若草に例えた言葉がどうして源氏の耳に入ったのであろうと思って、天君は多少不安な気もするのである。しかし変化の遅くなることだけは見苦しいと思って、枕ゆう今宵ばかりの露けさを深山の苔に比べざらなん、とても乾く間などはございませんのに、と返事をさせた。こんなお取り次ぎによっての会談は私に経験のないことです。失礼ですが、今夜こちらでご厄介になりましたのを機会に、真面目にご相談のしたいことがございます。と源氏が言う。何を間違えて聞いていらっしゃるのだろう。源氏の君に物を言うような晴れがましいこと、私には何もお返事なんかできるものではない。天君はそう言っていた。それでも冷淡なお扱いをするとお思いになるでございましょうから、と言って、人々は天君の出るのを勧めた。
そうだね、若い人こそ困るだろうが、私などまあよい。丁寧に言っていらっしゃるのだから、天君は出て行った。出来心的な軽率な相談を持ちかけるものだと、お思いになるのがかえって当然なような、こんな時に申し上げるのは私のために不利なんですが、誠意を持ってお話しいたそうとしておりますことは、仏様がご存知でしょう、と源氏は言ったが、相当な年配の貴女が静かに前にいることを思うと、急に希望の剣が持ち出されないのである。思いがけぬところでお泊まり合わせになりました。あなた様からご相談を受けたまわりますのを、前哨に根を置いていないことなどと、どうして思えましょう、と天君は言った。お母様をお亡くしになりましたお気の毒な女王さんを、お母様の代わりとして、私へお預けくださいませんでしょうか。私も早く母や祖母に別れたものですから、私もじっと落ち着いた気持ちもなく、今日に至りました。女王さんも同じようなご境遇なんですから、私たちが将来結婚することを、今から許しておいていただきたいと、私はこんなことを前からご相談したかったので、今は悪くおとりになるかもしれない時である、折がよろしくないと思いながら申し上げてみます。それは非常にうれしいお話でございますが、何か話を間違えて聞いておいでになるのではないかと思いますと、どうお返事を申し上げてよいかに迷います。私のようなもの一人を頼りにしております子供が一人おりますが、まだごく幼稚なもので、どんなに寛大なお心ででも、将来の奥様に、お義士になることは無理でございますから、私の方でご相談に乗せていただきようもございません、と天君は言うのである。私は何もかも存じております。そんな年齢の差などはお考えにならずに、私がどれほどそうなるのを望むかという熱心の度をご覧ください。源氏がこんなに言っても、天君の方では女王の妖霊なことを知らないでいるのだと思う先入見があって、源氏の希望を問題にしようとはしない。僧図が源氏の部屋の方へ来るらしいのを機会に、まあよろしいです。ご相談にもう取り掛かったのですから、私は実現を期します。と言って、源氏は屏風を元のように直して去った。もう明け方になっていた。法華の三昧を行う、道の尊い先方の声が山おろしの音に混じり、滝がそれらと和する響きを作っているのである。吹き迷う三山おろしに夢覚めて、涙催す滝の音かな。これは源氏の作、差し組みに袖濡らしける
山水に住める心は騒ぎやはする、もう慣れきったものですよ、と僧侶は答えた。